癒されたいって思いながら欲しいものを買って、命の大切さ、人間の身勝手さなんかをこう見ていただきたいと思って、今回こういうふうに文字を入れてどれだけ表現できるかということを試してみました。今まで撮った中で最後の一枚を撮った時にもう手が震えるぐらいのとっても悲しい思いをしました。今回は写真の技法というよりかは心で撮る写真、青い月の光と太陽の光、それにすごくエネルギーを感じて人間は生きてると思うんですね。で、そのエネルギーを感じる写真を撮りたいと思っていろいろ試行錯誤して撮ってまいりました。見た時には、多分そんなには何も感じないかもしれないんですけれども、何か思い出すものとかそれを光を見てそういうのを感じてもらいたいなと思って撮りました。天の川と流れ星を見る、シチュエーションの、作品を作りました。今までちょっと見たことないような世界を作りたかったので、星の世界を、箱の中にこう閉じ込めようと、でそこで見てみたいな、机の上でもこう見られるような世界を作っています。今年はもう思い切って作品の内容はもちろんクオリティはそのまま保ちつつ、展示方法を通常の写真展ではなくてもっとこう展示方法に工夫をしてみようということで、それで、できるだけその平面展示よりは、立体的なものですとか、あるいはなんかこうコラボレーションで、他のジャンルの作家さんとコラボレーションするとか、ちょっとそういう工夫をしてみようということが、メインの、そちらにこう力を入れた作品展にしてます。